わあ、お金を払ってレベル上げしてもらってもアカウントをバンされちゃったりしたら意味ないですよね。そうですね。そしてここからが都市伝説として語られているお話なのですが、とある某国の刑務所では犯罪を犯した囚人たちをパソコンの前に座らせて、朝から晩まで長時間ずっとネットゲームをさせているそうです。来る日も来る日も同じゲームで延々と同じことを繰り返し繰り返し行わせるそうです。朝から晩までだからだいたい16時間近く。もちろん刑罰の一つなので、プレイ中に動画サイトやアニメを見たりとか、そういう風なことをして気持ちを紛らわせたりとか、そういうことも一切禁止になっているそうです。そしてノルマまで達していない囚人は隣の部屋に連れて行かれて、警棒などで殴られたり蹴飛ばされたりするそうです。囚人たちはノルマをこなすために朝から晩まで必死にゲームをしているそうです。そして刑務所の中の作業という扱いなので、人件費などはもちろんただ同然、その儲けは刑務所を通して国が巻き上げているとか、そういう都市伝説があるそうです。うわー、なんだかそういうお話を聞いたりすると本当か嘘かわからないけど、でももしかしたらって思っちゃいますよね。そうね、オンライン育成業者の都市伝説のお話、これで終わりです。ご視聴ありがとうございました。